おはようございます、大村です。3月29日日曜日の早朝でございます。今近所のアストリアパークに散歩しに来ました。私もマスクデビューしまして、こんな感じで歩いております。メガネだと曇ってちょっと不便ですね。コンタクトレンズをね、半月前ぐらいにネットでオーダーしたんですけど、なんか届いてこないので、最近ずっとメガネです。まあそんな私の姿を映しても仕方がないので、こうちょっと風景を映しつつクイックに撮っていきますが、まあ、なんか雨ってことじゃないけど霧で、ひんやりしますね。あっちのうっすら見えてるあのビルが、マンハッタンのビルがね、晴れてるとくっきり見えて、それも美しいですけど、これも悪くないね。これフライボローブリッジで歩いて渡りました。一回いくつかね、小さい島を経由してマンハッタンのハーレムに着きます。これで歩いて渡れないんですけど、ヘルゲートブリッジちょっと近いの、曲線がすごく美しい人気の橋でございます。でヘルゲートブリッジの下にはこんなペインティングがされてたり、ちょっと川沿い風が強いんで離れようかな。まあ、ちょっとこう公園をかろうじて開けてくれてるのはありがたいです。日本語のメディアとか見ると、そのニューヨークの現状について外出禁止令が出たっていう風に書いてあるのがちょこちょこ見られるんですけど、厳密に外出禁止令っていう言葉は私はね、聞いてないんですよね。ちょっと雨降ってきた、ちょっと帰ろう。そうだから、こういう、天気が悪い時とか朝早くとか人少ないし、場所も選んでクオモさんっていう方が何て言ったかっていうと、そのエッセンシャルワーカーと呼ばれる人以外は家にいましょうと、家にいなさいと。でエッセンシャルワーカー、エッセンシャルって必要不可欠みたいな言葉ですけど、この状況下、どうしても現場にいなきゃいけない人、例えば医療関係、食品関係、それからリッキーがやってるような公共交通とか運搬に関わる仕事とか、他にもいくつかあるかもしれないけど、そういう人たち以外は家にいなさいと。だから私のルームメイトもオフィスワーカーなんですけど、家で仕事してるみたいだし、まあ、もちろん私はフルタイムの学生で、学校は閉まって家でオンライン授業を受けてっていう、まあそんな感じで、まあ、その基本的には家にねいなきゃいけないし、私もオンライン授業ってなると、ビデオチャットがあるので、授業の時間待機しとかなきゃいけなかったり、課題もね結構出てるんで、まあ読むのもねもう何かと時間かかるし、まあ基本家にこもってるんですけど、まあそのエッセンシャルワーカー以外は家にいなさいって言うと同時に、まあ、ニューヨークのオフィシャルツイッターの方で、公園とか空いてるよってつぶやいてたりとか、まあなんかこういい感じにグレーゾーンを設けてくれてるんですよ。まあ私みたいな本当に狭い部屋で暮らしてるね人とか、もうこうリフレッシュできる公園という場所を空けてくれてるのはありがたいです。スーパーとかボデガっていう、まあコンビニみたいなところも空いてるし、レストランは、レストランの中では食べれなくて、テイクアウトとデリバリーは注文できます。でもうここ数日だと、もうそれでもねやっぱ人手が少ない分、そもそもテイクアウトのオーダーもそんなに入らないのか、もうレストラン閉めちゃってるところも多いし、テイクアウトオーダーこれで1個頼みましたけど、それもオーダーはネットのみで、出来上がってから呼ばれてピックアップしに行くみたいな、そのお店の中で待ったりはできないっていう、まあ、そういう風に対応してるお店が多いですね。寒いあれ
天気予報では11時ぐらいまで雨降らないはずだったのにな。寒っ。どうなんでしょう、なんか日本の方のこう SNS 見てると割と最近普通に過ごしてらっしゃる感じがして、ちょっとびっくりしてます。あれ、日本の方が先にパニックになってなかったっけっていう印象なんですけど、まあなんかね、知り合いとか、あるいはあのハロプロメンバーの、インスタグラムも私いくつかフォローしてるんですけど、割となんか普通に過ごしてるっぽいし、友達も居酒屋行きまくってるし、どうなんでしょう。まあなんかその美味しそうなご飯の写真とか見ると私はすごい癒されますけど、こう言って状況が良くなったというわけではないのないと思うので、なんかね、その多分日本がとかニューヨーク州がとか、なんかその行政がこう豊かな家にいるとか、そういう問題じゃないと思うのね。なんていうか、それぞれ身の安全を第一に考えたら、まあおのずと分かるだろうっていう話だと思うので、なんていうの、例えばさ、車のシートベルトとかも、私子供の頃は日本で後部座席でシートベルトをしてないとダメっていう法律はなかった。だけど、中学生だとか高校生だとかの時にできて、でそれからは家族で出かける時も、まあ、シートベルトちゃんと締めてから発進っていうのがまあ普通になりましたけど、まあ、そもそもさ、そのあのルールがあるから、あのシートベルトを締めるとかっていうよりはさ、そこにシートベルトがあってそれを締めた方が、まあ、安心なのが分かっているなら締めた方がいいよなっていう話じゃないですか、というのがあるので、まあ、自分の身体的精神的衛生環境のためにちょっと私はこう参考させてもらい、そして今日はこれから家にこもります。はい、なんか曜日感覚がなくなってきた。今日日曜日なんですけどね、まあ帰ってそんなにやることないっていうのもあるけど、課題やって、で先生もね、学校の先生 もう定日とか週末とか朝昼夜とか関係なく普通にあの返信必要なメール送ってきたりとかして、さすがにそれはちょっとなんか軽くルール定めた方がいいんじゃないかと思ったりもするけどさ、まあでも私自身は暇人なんで、まあ今のとこ別にいいかなって感じ。はい、まあ、なんかいろいろ語弊があると嫌だなと思いつつ、まあ、ちょっと現状報告と、皆様の安全を願って今日動画撮りました。ちょっと音が聞こえにくかったかも、ごめんね。まあ、じゃあまた、さよなら。